はい。今回の動画は、Excel で条件と一致する数値の合計を求める方法をご紹介します。 で、どういったことかというとですね、ま、今回このね、ま、9月1日売上という表があって、ま、それぞれのですね、この商品のこのね、売上の金額が入ってます。で、ま、今回はですね、このプリンター売上額っていうのをこの右側に作ってますけども、ま、このデータの中からこのプリンターの売上額だけをですね、抽出をして合計を出したいと言ったときにですね、ま、エクセルではサムイフ関数っていうのを使うことによってですね、ま、そういった形でですね、このね、条件に一致するですね、この数値の合計を出すことができます。 それではね、早速ね、そのやり方なんですけども、じゃあ今回このプリンター売上額のね、この合計を出したいセルを選択をして、この数式タブをクリックします。で、次にこの関数ライブラリーの中のこの数学三角っていうところをクリックをしてもらって、で、ちょっとね、下の方に下がってもらって、まあサムイフなんで S のあたりですね、S のあたりまで持っていくと、まあここにこのサムイフっていう関数がありますんで、こちらをクリックします。 はい。そうすると、この関数の引数のウィンドウが開きますんで、まずこの範囲のところは、まあ、今回この商品名の中からプリンターというね、文字をまずは抽出したいので、このね、商品名が入ってるね、このね、セルの範囲をね、全部選択をします。で次に検索条件は、このプリンターをね、抽出をしたいので、今回この表で言うとプリンターがまあ3つあるのかな。まあ、これはね、どこでもいいです。プリンターというのところがね、書かれているこのセルを選択をします。で、最後に合計範囲のところは、今回ね、このプリンターのね、データを抽出をして、そのね、税込み金 金額の合計を出したいので、この税込金額が入っているセルを全て選択をします。まあ、これで OK ですね。はい。そうするとね、このプリンターの売上額としてはこの38,232円ということで、このね表の中からこのプリンターというところをね抽出、まあ、検索をして、それの税込み金額の合計がここに出ましたということですね。 といったことでね、x c e l を基礎から学んでるって方にとっては、今回の寒い負関数もね、少し難しく感じたかもしれないですけども、このぐらいのですね、ことができるようになるとね、この Excel を使ってね、まあいろんなね、分析ができるようになると思いますんでね、まあ、ぜひね、この寒い負関数もしっかりと覚えてもらえるといいかなと思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。